1882年竣工の当時の茨城県庁舎1930年竣工の三の丸庁舎。1954年に4階部分が増築されたが、2011年の耐震補強及び復元工事により撤去された。2010年撮影。茨城県庁舎は茨城県三戸市笠原町にある広域自治体である茨城県の庁舎の総称。行政庁舎。 警察本部庁舎、議会議事堂、福利厚生旨から構成される。現庁舎は、1999年3月に、竣工した茨城県の行政の中枢となる施設で、あり、1930年に竣工した仙台の茨城県庁舎がある、三戸市三の丸から移転、開設された。新庁舎への移転後も、仙台の茨城県庁舎は、茨城県三の丸庁舎。 旧茨城県議会議事堂は茨城県立図書館として現在も利用されている。県庁舎敷地は旧林木育種センターの跡地に建設された。旧林木育種センターに存在した樹木を活用し、庁舎南側には緑地帯が整備されている。総工費は約800億円。茨城県庁舎は茨城県内の建築物では最高層の建築物である。 行政庁舎では11階から25階までの吹き抜け構造を取り入れている。また、自然最高の利用や雨水、排水の再利用など環境に配慮した設備の導入、デザイン、試行過程などが評価され、2000年に第41回 PCS 賞を受賞した。茨城県庁舎は様々な作品においてロケ地として使用されている。旧庁舎である三ノ丸庁舎も、 近代設定の作品での企業ビルや役所、現代設定の作品での古い庁舎を使い続ける警察署などの設定で使用されることが多い。本庁舎屋上にはコミュニティ放送局である水戸コミュニティ放送の送信所が置かれている。放送エリアは水戸市、ひた中市、中市、中郡東海村、東茨城郡茨城町及び大洗町及びその隣接地域である。 ABCD 無選局免許上等情報。ABCDEFM パルルン会社概要。ありがとうございます。